ゴールを守るのは昨シーズンまで北九州に在籍をしていた吉丸健信です。最終ラインは森リータ、野津大森、鈴の4枚です。アンカーのポジションに5月の12節以来のスタメン起用、加藤拓人、針ヶ谷、大関の逆三角形です。沢上、樋口、森光太のトリデンテ4123、おなじみの布陣です。ゴールキーパーが田中優也です。山脇、杉山、工藤、乾の4枚の最終ラインです。中盤3列目が高吉、藤原、2列目に高寸陣、岡野、牛の浜、最前列に永井亮という 4-2-3-1 の布陣です。山脇に渡ったところで鈴が出ていきます。サイドバックに対してサイドバックがプレッシャーに行きました。田中優也、ボールが乱れる。沢上拾う。沢上狙った。相手のパスミスを拾ってからの左足のシュートになりました。沢上雄二です。ちょっと前は塞がれましたので一度キーパーからやり直します。背中も意識という言葉。さ、その背後に抜け出したのは沢上。滑らせる。粘り強く対応。残した。樋口、戻しを右足を振っていった。キーパー田中こぼしませんでした。一度自分の前にします。左からは鈴が追い越してます。さあ大関、沢上が前で呼ぶ。内側で空いた。針谷フリック。樋口ダイレクト。加藤、さあ中、枚数は揃っています。両チーム、森リータのクロス、中央へ来た。こぼれた。沢上ナイスブロック。もう一度沢上、体を張った北九州の守りでした。森リータの非常に良いボール、鈴の頭をかすめて森コーター。沢上の1度目のシュート、2度目のシュートは3人が寄せていった北九州です。まあ、ですので北九州、まあ、さすがと言っていいのか、最少失点の16。さてアンカー脇という言葉が飛んでいるのは北九州ですので、福島、加藤拓人の脇をどうつくかです。長いボールにします。その加藤、左足で触ります。つながればチャンス。収めた森浩太。向かっていく、向かっていく。森が打っていった。藤原が落ち着いてクリアです。針谷が受けに行きます。間で大関フリック。森コーター、樋口が背後引きつけながら森が打っていった。難しいバウンド、田中優也がナイスストップでした。運びながら最終的にはシュート選択。おお、流し込んでくる。いいパスになった。右足のシュート、ナイスキーパー。杉山のシュート、吉丸健信ビッグセーブ。今日つくような北九州のセットプレーになりました。大関から森コーター、運ぶ。下がった山脇、ナイスディフェンス。右から高寸陣、狙いすましてクロス、こぼれ球、右足、藤原。大関優斗、うまい反転、引きつけて左の鈴直樹、ダイレクトクロス、長野翔輝、こぼれてきた。枠は捉えられませんでした。バウンドに丁寧に合わせにはいったんですが、ふかしてしまいました。ジョジョ、森リータ。さあジョジョが行く。右足で送った。速いボール、清水残した。大関優斗、ジョジョカンタブロックしました。北九州歓声と悲鳴、東方みんなのスタジアムです。
最終局面ではやらせない北九州。大関刺した矢島喜一、一人大関中でワンツー、大関の折り返し流れてきた、こじ開けました、清水和正、清水和正です。最終盤ゲームを動かしたのはルーキーストライカー福島先生です。らしさが詰まったパスワークでした。狭いところ矢島、大関、上場、深いところまでえぐってルーキー清水が待っていました。健猛な北九州の守備をこじ開けました。さあ右から山脇、山脇送り込む、ファーサイド乾のヘッド、こぼれて平山、絶好機でした。もうすでに最終ラインはかなり低い位置からラインのコントロールをしている福島。上場ヘッド、94分回りました。ここでゲーム終了です。終盤にゲームを動かした福島ユナイテッド、3連勝中、13試合負けなしの北九州を下して3試合ぶりの勝ち点3獲得、最多の入場者数を更新した東スタでサポーターに最高のプレゼントを届けました。